こんばんは、僕松村チャンネルでございます。いろいろとね、このコンピューターが進んできてますよね。だからね、この音楽の歌なんかもそうですけどね、あのボーカロイドこうね、全部コンピューターで全部ね、歌のね、その歌い方とかね、声質とかね、そういうのを基本的にはできちゃうからね。だからまあある意味で恐ろしいよね。こう人間が考えてね作る、それよりもある意味においてはね、このまあコンピューターのこのね、すごい情報を操ってそれで物事を組み立てていく、これはなんていうのかな、まず人間が勝てないんじゃないかね。でも勝てないとなると人間の幸せってどうなっちゃうのかなと思いますよね。それでますますね、この科学は発達していくわけですよ。だからね、この車じゃないけどね、こう自分が運転しなくても自動的に自動運転、まあこれなんかもね、当然もう時間の問題でしょうし、まあ現実問題ね、部分的にはそういうことがもう実施されてるわけだし、それからね、まあね、ガソリンからこう電気自動車に変わるということも大変なことだけど、あとはこうね、車がある意味でこう空中に浮いていく、まあ飛ぶまではいかないでしょうけど、だからその渋滞の時はね、なんかこうその渋滞を飛び越えるとか、なんかね、こういう、まあ、架線があってなかなか道路も重いじゃなくて、でそっち渡るのが大変だっていう時には、まあ、車がそのところをね、こう飛んで渡るとかね、なんかそういう風になっていくんじゃないですかね。でもだんだんそういう風にこのね時代がなっていった時に、こう人間のね、こうまあ幸せ感っていうのか、生きがいっていうのか、これはどうなんだろうね。いわゆるそのコンピューターに使われるようになっちゃうと、これはね、なんかある意味で自由もなくなっちゃうし、自分の力で判断するっていうこともね、下手に判断したってコンピューターの方がね、先行って的確だっていうことになっちゃうと、判断自体では勝てないわけですよね。でもやっぱりね、こうまあ繰り返すね、時代っていうのはこう繰り返すじゃないですか。以前流行ったね歌なんかもね、以前のことを分かってない人はね、以前の歌を聞いて、なんか新しい歌だなっていうふうに思ったりするわけだからね。だからやっぱりこのどっかの時点でこのデジタルとアナログのせめぎ合いっていうのかな、やっぱりこうアナログの部分がね、やっぱり必要最低限保たれないと、やっぱり自分らしい生き方っていうのはできないし、いろんなこう感動とかね、喜びとかっていうこともね、薄くなっちゃうと思うんですよね。だから、なんかね、どうなっていっちゃうのかなっていう不安はありますよね。なんかね、こう、程よく私なんかも、ね、時間を生きてきてるわけですけれども、やっぱりね、以前のことは当然のことがよく覚えてるしね、
その以前の時代のね、空気感もよく分かってるしね、やっぱりこう景色だとかね、やっぱりそのね、休みの日はどんなね、夜一日だったかっていうのも、それはもうね、田舎の景色とか人の動きだとか、天気だとかね、もろもろそれはっきりしてますよね、今でも。だからああいうなんかこうね、まあ自然の中の伸び伸びとしたああいう世界はものはなかったけど、なんか自然で元気だったね、伸びやかだったしね。だからやっぱりね、そういう今頃はなかなかこう伸びやかさっていうのが少なくなってきてるけど、やっぱりどっかでね、このアナログ的な、やっぱりこう自分が生きてるっていう、生きてる実感、これがね、やっぱり、できるだけこう前に出ていかないと、なんかね、世の中も非常にこうね、暗い感じになっちゃうし、その中でね、生きてるってこと自体もね、やっぱり、なんかこう自分らしさっていうのはなかなかね、実感できないわけだから、まあできるだけアナログの、まあ、テイストっていうんですかね、それをまあこだわって、そのテイストをまあ保ちつつ、できればより多くしていきたいなと思ってるし、またそうなっていかないと、なんかこうバランスが、なんか崩れてくるんじゃないですかね。まあもっとなんかこう、嬉しい時はね、無条件で喜び、悲しい時はもう悲しむっていうね、こういう、人間の生理的なね、まあ、感情が自然に表現できる、時代がずっとこう続けばいいなと思ったりしております。ありがとうございます。